一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。うまいうまい。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。その調子よ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず当てる。倒してみて。買うわよ買うわよ。すごいすごい。戦闘終了に。ま、こんなところね。よっ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。やるじゃない。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーすごい。マジよ。あら、トレジャーボックスじゃない。トレジャーボックスって。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。ようこそ、ようこそ、仮想世界へ。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘に見つけた。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけて。アウトの武器だから走りながら撃つのが危ないから、相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。あの扉、いかに持って帰るのね。せっかくだ。よし。ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して。私が教えられるのはこれくらいかな。GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。
もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほど君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのと、実に退屈極まりない。弾の無駄も。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で、今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んでもちろん倒してくれたら、お礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ五木さん。私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。使うわよ、使うわよ。なんとか勝てたわね五木さん。これで文句はないでしょ？ああ、約束は守るよ。この先道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫？後ろから撃ったりしないから。わかりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。